はいどうも、はい、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はね、作りましたよ、煮物でございます。煮物っていうのかな、煮物でございます。豚肉2つドンと、そして昆布たち、人参、里芋、ごぼうも入っております。ごぼうを入れて作ったのは久しぶりか、それかもう初めてかもしれないです。いただきます。その前にストロングゼロでございます。あ、いやいや、ピチャって飛んじゃった、ごめんなさいねと。はい、いただきます。これは私も食べながら説明します。人参いきます。うん、いいね、味染みてるね、味染みてるね。うん、ごぼう、よし。昨日作りました。昨日、最近1日待つことを覚えました。昆布です。昆布も結構たっぷり入ってます。うん、あー、柔らかい。うん、あー、好き。好き。ご飯も食べたいな。これ下にあるんだよな、下に。ちょっと待ってください。ご飯食べれないね。あ、ナイスキャッチ。うんうん、あ、ナイスキャッチ思い出した。あの、品種忘れた。あの、税務署行った時に、あの、あれですよ。あ、じゃごめんなさい、なんか書くのがあって、ボードかなんかで、ん、書くの、ん、書くんだったかな、ん、書くのだね。あ、そうそうそう、書くのがあったんですよ。それをこうやって僕にわざと渡そうとした係のお父さん、僕よりも75から10ぐらい上の先輩がこう持ってきて、それポンと落としてピョンって跳ねちゃったんですよ。そのボードになんかついてるやつがポンと跳ねて、それを僕がポッと取ったんです。そしたらその先輩が、先輩って僕の先輩じゃないですよ、その係の担当の方がナイスキャッチって僕に言ってくださったんです。今それを思い出しました。これね、仕事の中でもなんか変にこう、どうも、はあ、申し訳ございません、ありがとうございますとか言うのも、それもちょっととてもいいことなんですけど、当たり前のことなんですけど、そこでナイスキャッチって一言入ったんですよ。渡そうとしてポンと取って、どうぞって僕がやった時に、ナイスキャッチありがとうございますって言って、このナイスキャッチって、なんかこれなんかすごい、なんつうんですかね、いいなって思いました。今ふと思い出したから。昆布、うん、好き、本当に昆布、このなんて表現すればいいんだろうな、いい表現かもしんじゃないかもしんない、ぬちっていう感じ、ぬち、もちじゃないですよ、ぬちってこの感じの、俺好き、昔から好き。これご飯食べるためにと思って昆布からどんどんいっちゃうのもちょっともったいない、残しとかないと。ワンタップ失礼しました。給水いたしました。刺しました。ごめんなさい。うん。なあ、おいしい。あら、里芋もおいしいよ、ほら。こんだけど。うん。ああ、こういうのはこれいいわ。
これは最高だ。豚肉だけ。先にね、何時間も、何時間もってことでもないけど、柔らかくなるまでと思って、お湯で炊いて捨てて、炊いて捨ててしてから、その最後生姜入れて、また炊いてってから、しばらくしてからまた捨ててってしてから、これ時間かけてやったから、これきっともう柔らかいはずです。見ててください。見てください。これ豚肉。きっといけるでしょ。ほらほらあら、プロンプロンして。見ました。箸でもすぐ、ドルルルル。箸ですぐ。これはもう、ほら、ほろほろで、ほろほろで。いやー、楽しみ、楽しみだ。うん、やわらかい。おいしい。ご飯、あーおいしい。やわらかい。これ圧力鍋なんかあったらもうすぐなんでしょうけどね。豚肉だけでこれ2時間ぐらい炊いたはずよ、昨日。ああ見て、もう本当にもうすぐだもん。見ました、今も美しい。うん、ああ美味しい。鍋があればすぐなんだけどね。買いたいんだけども、置く場所もちっちゃい狭い家ですから、んな置く場所もあれだし。うん、里芋も好き。幸せだね。これは幸せなご飯だ。里芋っちゅうのは なかなかこの優秀で、ただこう炊きすぎるとね、ばっかりばっかり割れてくるわけです、ひび割りになって。ここら辺が難しいとこだね。まあ今日はなかなか上手にできた方だと思いますよ。あのシーチキンと炒めるやつ、あれも美味しいよね、里芋は。煮物もいいし、カレーに入れても好き。あとコロッケなんかもあるんじゃないですか、里芋も。あれも美味しい。うん、昆布も、もうちょっとあってもよかったかもな。あったやつ全部使ったんですけど、昆布、前回の煮物で使った半分使って、前回って言っても昆布を使った煮物ですよ。半分使って、でその半分全部使いました。うん、ほんと柔らかい。
しい。この間の夏塩原で食べたあの角煮は美味しかったな。美味しかった。 もちろん全然そう叶わないですよ。全然単品単品で考えたらもちろん叶わない。プロには。でも美味しい。昆布も、まあ、角煮でもないしね。サテも食べれるし、ごぼうだって。うん、ほんまなんで。胃腸はだよ、胃腸。胃腸結んだ方がいいかなと思ってこんな長いやつをこんな結んで包丁で切ってやりましたけど、ほとんどはもう炊いてるうちにバラバラで、あのさっき見てた通り、見ての通りバラバラですよ。でもいいのよ、美味しいから。お店出してね、誰かに食べてもらう料理でもないですし、ないですし、これ自分で食べるやつですから、自分で食べるやつですからね。それは大丈夫でしょう。薬飲んでます。大丈夫です。サラダンス、いい出来だ。ここら辺からちょっとわさび、まずわさびっす。まずわさび、これ半分は、あ、こっちかな、こっちか、肉からいこうか。肉から、肉、このわさび、煮物とわさび合うんだな。わ、この組み合わせ僕好きなんです。結構っていうか、もうかなり好きなんです。かなり好きなの。もうすぐ、もう箸ですぐ、そうそうそう。でこうやってね、こうわさびをつけるわけですよ。わさびを、うん、うん、おいしい。あー、おいしい。いいね。いや、いいわ。わさび合うわ。やっぱり合う。たっぷりいこうか、たっぷりほら。あんまり言えないですよね、みんなね、話聞くと。僕は好きです。これちょっとご飯増やしておこうかな。ご飯増やした方がいいかな。最後の昆布、うん、
よし、このむ、あ、うん、あんた硬いやつか、あんたちょっと硬いやつか、ちょっと硬いやつかな、ちょっと硬いやつかな、これ表面だけ硬いのか、ちょっと硬いね、ちょっと硬いね、少々お待ちください、これ傾けてやった方がいい、これあれこれは、よし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 、よし、これにわさびです、そう、こうします、うんうんうん、うん、ああ来た、ああ来た、ああ来た来た来た、よちよちよち、ああ、あんなにたくさんあると思ったのにもうなくなってきた、もうなくなってきた、もうなくなってきちゃった。でも今日思い出してよかった、あの税務署の担当の方、うん、係の方、ナイ、ああ欲しい欲しい、ナイスキャッチって一言添えられる、あの心の余裕というかベテラン度というかあれだけで全然違う。お願いします。あれです。あれです。ああいう人はナイスキャッチってだけじゃなくて、至る所でそういう、こうポイント取っていくというか、抑えていくんですよ。うん。ああ、いいね、欲しいね。うん、あーおいしい、合うな、里芋と合うな、たっぷりつけました、うん、あー美味しい、豚肉柔らかかったな、昆布美味しかったな、人参も無地も味染みてたな、はあ、気持ちいい、はい、今日もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした、はい、頑張っちゃどう。